優勝した学校の選手は直ちに第一試合場に集まってください。福岡県慶愛高等学校の選手は至急第一試合場にお越しください。
全国高等学校体育連盟から賞状と会長杯およびメダルが授与されます。表彰は全国高等学校体育連盟柔道専門部部長保坂慶三が行います。優勝女子団体愛知神話学園体制高等学校平成28年の全国高等学校総合体育大会において当初の成績を収めたのでその栄誉をたたえこれを称します。平成28年8月2日平成28年の全国高等学校総合体育大会会長岡田正彦大統領です。賞状愛知神話学園体制高等学校殿あなた方は平成28年の全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ここにこれを賞します。平成28年8月2日文部科学大臣長谷博士大学です。おめでとう。続いて準優勝校に全国高等学校体育連盟から賞状およびメダルが授与されます。準優勝長崎県
長崎県立長崎明誠高等学校。選手はプラカードの誘導で横一列にお並びください。準優勝女子団体、長崎県立長崎明誠高等学校以下同組です。続いて第3位の学校に、全国高等学校体育連盟から賞状及びメダルが授与されます。第3位、山梨県富士学園高等学校。福岡県鎮西敬愛学園敬愛高等学校。選手はプラカードの誘導で横一列にお並びください。第3位女子団体、富士学園高等学校以下同組です。第3位女子団体、鎮西敬愛学園敬愛高等学校以下同組です。第5位の学校に、全国高等学校体育連盟から賞状が授与されます。第5位、富山県立小杉高等学校。神奈川県桐蔭学園高等学校。東京都淑徳高等学校。兵庫県淑川学院高等学校。代表選手1名はプラカードの誘導で横一列にお並びください。うちは聞いて、うちは。以上で女子団体試合の表彰式を終了いたします。一同で選手退場、選手が退場いたします。会場の皆様、大きな拍手でお送りください。Thank you.
記念撮影終了後、女子個人試合48kg級、52kg級、57kg級の試合を始めます。